おはようございます。いかがお過ごしですか？10月8日の誕生花はガウラ。ガウラは北アメリカ原産の赤花科ガウラ属、落葉から半常緑多年草です。初夏から初秋にかけて薄桃色の、まるで蝶が羽を広げたような美しい花を咲かせます。ガウラはギリシャ語で堂々たる、華麗なという意味で、美しい花の咲き姿を表現したものです。別名は山桃草、白蝶草、どちらも花の色や姿からくるのでしょう。性質は狂犬そのもので、その姿も野趣に富んでいます。花期が長く暑さにも強いので、真夏も開花が続きます。従来の高性種は背丈や横幅が1メートル以上にもなり、倒れやすく姿も乱れがちになりますが、それもまた風情があります。庭植えでも広いスペースが必要になりますが、狭い場所や鉢植え向きの Y 性種もあります。花言葉は清楚、清らかで飾らないその姿から来るのでしょう。今日お誕生日のあなた、おめでとうございます。今日も素敵な一日でありますように。津田翔子でした。